では、この部屋でおとなしくしていていただけますか。部屋の前には警備の者を配置していますので、ご用があれば何なりと。要は監視をつけているから、勝手に動かないようにってことでしょう。否定はいたしません。セナは？本宅の方に戻しました。そう。お辛いでしょうが、よろしくお願いします。すべては金本百貨店を救うためなのです。それは何度も聞きました。ですが私は。お嬢様は百貨店部門がどうなってもいいと、勤める社員たちがどうなってもいいとおっしゃりますか。それは。声を荒げてすみません。ですが、ご理解いただきたいのです。すべてを救う道はこれしかないのだと。父の意識はまだ。はい、金本会長が意識を取り戻したという報告は受けておりません。そうですか。では失礼いたします。私どうすればいいんだろう。お父さんは認めてくれた。自由にしなさいって。一度はちゃんと認めてくれたはずなのに、どうして。まったく、わがままなお姫様だ。おとなしくお見合いをして適当に過ごせばいいもの。様子はどうでした。まだはっきりと返事はしていないが、はっきりとした拒絶もなかったな。しかしそこまで見合いにこだわらなくてもいいのでは。提携には時間がかかる。それまでに既成事実を作っておくことに損はないさ。それに向こうがそれを望んでいるんだ。ま、あの娘を手に入れれば金本グループへの足がかりとしては十分すぎる。重複とはいえ血縁ですからね。それだけではない。父親である金本泉の個人資産の一部が譲渡され、その資産の中にはグループ会社の株も含まれ、大株主になれる保有率のものすらある。つまり名義変更をしてもあの娘は気づけないと。そういうことだ。水面下でうまく進めれば突然に筆頭株主にだってなれる。それだけの可能性があの娘にはある。つまり金脈だよ。なるほど。それは確かに是が非でも欲しいところでしょうね。そういうことだ。いいか、決して逃がすなよ。はい、分かっています。分かったぞ、例の二人のこと。それはすごいですね。まさかこの短時間で調べがつくとは思っていませんでした。というか、なんでいるんだこの人。 I believe it would be important to share our information. Furthermore, Minamoto-san here is the best of the best. なるほど。それよりも、その犯人のこと教えてよ、マヤッチ。うん、おそらく間違いないと思うんだが。ほえ、本当に独自のルートがあるんだね。すごーい。あ、いや、まあその実家の連中に頼めばすぐに分かった。マヤッチの実家って何してたっけ。いや、それはその。お嬢、今説明の続きを。そうだな。この二人はただのゴロつきだ。誘拐なんてバカなことをする、任侠をこれっぽっちも理解してないチンピラ、高田組という組織の下っ端らしい。高田組は不正な稼ぎで大きくなった組でな、ろくでもない噂が多いんだ。 So these two are just some Yakuza? いや、そこまでじゃない。組員にもなっていないチンピラで単独で誘拐をするような度胸はないそうだ。やっぱりただの誘拐じゃない可能性がありそうだな。もしかしたら高田組が関わっている可能性もあるかも。手がかりになるかどうかはわからないが、これが高田組の資料だ。The documents Nagamitsu-san hands me include some of their members, their top affiliated groups, their dummy corporation and the like.
It certainly is amazing that you got this much information in a day. この手のことはもともと調べてあったというか、島やしのぎとかいろいろあって情報が重要なこともあるから、いや、なんでもない、すまないが、これ以上は聞かないでくれると助かる。企業秘密なんだ。 Is that so? Very well then. マヤッチはすごいね。私はそんな役に立ちそうなデータ手に入らなかった。でも朗報が一つ。ちょっと探りを入れてみたけど、金本百貨店の取締役会も割れてるらしいよ。あの取締役や相手側に問題があれば一気にひっくり返りそうだよ。 I see. That is encouraging. ああ、その相手だけどな。調べたところファンド会社だ。評判は悪い。ダミー会社や外資系とも手を組んで、かなり強引な手口で株を買い占めたりするそうだ。一時期は暴力団を利用して不動産なんかでも荒稼ぎしてたらしいが、さすがに今はおとなしくなったそうだ。一応その荒稼ぎも合法のうちだったらしいし、警察が動くような犯罪はさすがに見つけられなかったな。But if they are involved with crime syndicates, they might have ties to the Takada group. そうだな。もうちょっと時間があれば、そういうことも調べられたんだが。一日だもんね。悪いな。ごめんね。力になれなくて。No, no, you were of more than enough help. I'm grateful. Still, that good for nothing Takada group. Fund companies involved with crime syndicates. A board member guilty of misappropriation.The connection among these three doesn't quite pop out. Would evidence of the misappropriation then be what is left for us to expect? そちらの方は目下全力で調べているところです。何としてでも見つけますが、可能ならば他にも証拠を集めておきたいところですね。じゃあ横領したお金で買ったものを証拠として押さえるのは？残念だけどそれは難しいかな。調べた限り身の回りの生活には大きな変化がなかったんだよね。それに関しましては私たちで調べた結果と同じです。どこにどう使っているのかつかめないのです。まさか現金で保管してるなんてことはないだろうし、バレないように使い込んでるんだろうな。追うのは難しいな。架空口座なんかを使って違う名義で使われたりなんかしたら、それこそ国が動かないことには。マネーロンダリングって言うんだよね。授業で覚えたよ。あれ、違った？不正なお金を身元がバレないように使って綺麗なお金に見せかけるやつだよね。それだよ！え、なになに？みんなして一気にどうしたの？ということで、おおよその枠組みは予想がつきました。With that said, all we have is circumstantial evidence as of now. We still want some hard proof. それだったら大丈夫です。こっちもようやく計算が終わりましたから。Huh? You couldn't mean? はい。怪しい点をいくつか見つけましたので、後で確認してくれますか、源さん。かしこまりました。これで姉さんを救うことができるんですね。しかしながら取締役会に公表し追いやっていては時間がかかってしまいます。 I want to help Akari out of this. Whatever she's doing now, I'm sure she's suffering. はいはい、のろけ話はいいですから。 That wasn't lovey-dovey talk. はいはい、言い訳はいいですから。それよりも Akari 様を救う手立てを考えませんと。でも姉さんがどこにいるのかもわからないのに。そちらでしたらすでに確認してあります。藤島さんとご一緒に暮らしていた別宅ですよ。 That place. Meaning, in order to infiltrate it, we'd have to do something about those black-suited security guys. What can we do about the building security? 外からでは無理ですね。誰があの屋敷のセキュリティシステムを構築したと思っているのですか？私ですよ。外からどうにかできるほどやわなシステムは使用しておりません。私は一流のメイドですので。
It makes me sort of angry being told that by a smug face. 下手に引っかかれば騒ぎが大きくなり、警察沙汰になりかねません。正面から入るのが一番無難でしょう。But there were black suits, not tons, but I don't think they would let us see Akari. Are we going to run off with Akari the moment we get in? それもやはり危険かと。もし失敗した場合、車で逃げられますし、身を隠されるのが一番厄介です。つまり、中からセキュリティを解除すればいいわけですよね。だったら、僕が行きましょう。弟である僕なら、姉さんに会うこともできるはずです。確かにそうですが、僕も姉さんを助けたいと思っているんです。力になりたいんです。But shouldn't you stay in the hospital? 一時帰宅程度なら、なんとかなりますよ。それに、一人ベッドの上なんて、我慢できませんよ。しかし、僕も姉さんを救うために手伝いたいんです。シュリ様、一つお手伝いいただけるなら手がございます。まあ、単純な手ではありますが。あ、すみません。しばらくお待ちください。はい、もしもし。I thought it was good manners to turn off one's cell phone in the hospital. ああ、あれは PHS ですよ。先生にもこの病室の中だけならと特別に許可を取っていたはずです。はあ。え、それは間違いないのですか？ What's the matter, Minamoto-san? 泉様が。Is he awake now? It's Wednesday. ああ、わかっている。今回の見合いは大丈夫だ。邪魔者は偶然にもいなくなった。言っておくが、誘拐に失敗したのは、高田組の選んだ人間に問題があったんだぞ。とにかく私の横領も気づかれていない。見合いはこのまま成立するさ。失礼します。ちょっと待て。見合いが終わったらまた連絡を入れる。それでは。なんだ。どうかしたか。いえ、車が到着しまして。来客が。来客？聞いてないぞ。いいから追い返せ。しかし、来たのは金本修理ですので。金本修理？ずっと行方不明になっていたのではないのか。源千秋も一緒です。金本明里に会いたいと言ってきてます。いかがいたしますか？わかった。ひとまず私が会いに行こう。Will this really be all right? もう引き返せません。あとお静かに気づかれてしまいますので。But... 計画がすべてうまくいくという保証はありませんが、できる限りのフォローは行います。あかり様のこと、頼みましたよ。Got it. では、参りましょう。お久しぶりです、坊ちゃん。坊ちゃんはやめてください。そんな年ではありません。それで、今日は急にどうしたんですか？急なのはそちらではないのですか？泉様が倒れられたというのに。このような話。それもこれも全ては百貨店のためだ。使用人ごときが勝手なことを言うんじゃない。失礼いたしました。いや、こちらも興奮してしまったな。あの、姉さんは今どこに？会えますか？あかりお嬢様に何かご用事が。弟の僕が会いに来るのはそんなに不思議なことでしょうか？断れないお見合いなんでしょう。だったら姉と話したいと思うことも普通だと思うんですが、ダメですか？いえ、そのようなことはありませんが、しかし問題がありますか？その、あかりお嬢様にはようやくご納得いただけたところですので、あかりお嬢様のご決断が揺らぐようなことは。分かっているつもりですよ。会社のことを考えると必要なことだとは。ご理解いただきありがたく思います。だからこそ姉さんに声をかけてあげたいんです。条件がいくつかあります。まず、そこの使用人にはここにいてもらいます。よからぬことを考えているかもしれないので。私があかり様に危害を加えると？いや、そうは思わない。しかし、君は見合いには反対している人間だろ。おい、ボディチェックをしろ。それから車の中もくまなく調べるんだ。何か企んでいるかもしれない。はい。何もありませんよ。
車などトランクに私の私物が入っているぐらいです。何もないのならば調べられても困ることはあるまい、うん、車内にも所持品にも特に不審な点はありませんね。トランクの中には工具と大きなキャリーバッグ。そのバッグの中も調べろ。その大きさだと人が十分に入れる大きさだ。おま、どうやら普通の着替えなんかじゃなさそうですね。ほう、一体何を入れてきたのやら。これは同人誌。ブこのバッグの中いっぱいに同人が詰まってるようです。しかも18禁だけじゃなく BL 本も。同人誌、なんだそれは。個人で作った本です。最近ですとアニメや漫画の二次創作が多く、中でも割合を占めるのが性的なものが多く。ああもういい、とにかく個人で出している本なんだな。ざっくりと説明するとそうなります。道理で重いわけだ。何ですか、私が同人誌を買うことに問題でも。個人の趣味をとやかく言われたくはありません。もういい、そんな本はほっとけ。問題ありませんよね、姉さんに会わせてもらえますね。それは。しかしなぜコミケでもないのに同人をこんなに大量に詰め込んでいるのですか。持ち歩くのが私の趣味ですから。そんな趣味信じられん。なぜ大切に保管しない。見たところすでに入手不可能な同人誌まであるじゃないか。そんなことはどうでもいい。怪しいのならさっさと中を調べろ。これはどういうことですか、シュリボッチャ。バッグの中に例の藤島匠をかくまっているなど。それに君もだ。もうあかりお嬢様に近づかないように言ったはずだ。あなたの命令に従う必要はないはずです。会う会わないは個人のことではありませんか。残念ながら今回の話は個人ではなく会社の生死に関わる問題だと言ったはずだ。おい、こいつを連れて行け。拘束するんだ。匠さん。さて、困ったことをしてくれましたね。どういう目的で彼を連れてきたのですか。姉さんが心配なんです。きっと姉さんは不安に思っているはずですから、匠さんに会ってもらえれば励ませると思って。彼と会わせて見合いを壊そうとしていたのでは。まさかそんな。先ほども言ったように会社の状況は理解しているつもりです。黙って匠さんに会わせようとしたことは謝罪します。ですが本当に姉さんが心配なんです。せめて弟である僕が励ましてあげたい。いや、しかしですね、匠さんはもうあなたたちが拘束してしまったでしょう。今さら僕に何ができると言うんですか。もう一押しでしょうか。ですね。今何と。いえ、それよりもどうか姉さんに会わせてください。今回のことは金本の問題であることですし、僕にも関係が。ばシュリ様。おかわいそうに、こんなに血を吐かれるだなんてご無理をなさるから。だ、大丈夫かね。すぐに救急車を。 いえ、いつものことですから大丈夫です。ご病気のこともあるのに無理をしてあかり様のお見合いのために。なんとけなげな思いなんでしょうか。ね、姉さんが苦しんでいるんですから、弟としてせめて一声。ごほっ。ああ姉さん、また入院する前に一目だけでも。あなたはシュリ様のこんな姿を見てもまだためらうのですか。弟が姉に声をかけたいと思うことがそんなにいけないことなのですか。いや、それは。お願いです、姉さんに会わせてください。そうすればすぐにでも病院に戻っておとなしくしておきます。
わかりましたが、電話は回収させてもらいます。それから時間は短く、坊ちゃん一人だけ。そこの使用人には残ってもらいます。はい、構いません。それで十分です。That's right. So long as she can see Shuri, that's enough. I let my grin loose. So the Shuri we are seeing here is actually Takumi, huh? どうかしましたか？いえ、別に何でもありません。それでは早速姉さんに。あかりお嬢様はご自分の部屋で休んでおられます。もうすぐお見合いをしなくちゃいけない。For the company, for Dad, I can't stay like this. I can't worry forever.I gasp at the sound of knocking. Calm down, keep it together. Hi, どうぞ. I take the back of the chair into my hands and stand up. The moment I knock on the door, there are signs of someone moving inside. どうぞ. I open the door and enter the room.And standing there is the sight I've so longed for. The girl whom I wanted to see, whose voice I wanted to hear, whom I love so deeply. While brandishing a chair. Erect in shock, and she immediately swings the chair downward upon me. Akari, having just smashed her boyfriend with a chair, runs out the door. I grasp her arm and pull her back into the room, but she throws a chaotic fit.助けに来ましたよ、姉さん。助けにってそんな。As soon as she stares at me with a doubtful expression. あの、どうかしましたか、姉さん。バカ。どうしてあなたはこんな時まで。姉さん、気づきました？姉さんじゃない！どうしてそんなこと言うの？ずっと会いたかった！声を聞きたかったんだから！ちゃんと名前を呼んでよ！たくみ！ Sorry, I kept you waiting, Akari.Really, I'm sorry. I apologize for not coming to see you as Fujishima Takumi. Due to the circumstances, I had to pretend to be Shuri. By which I mean it was all an act. Incidentally, it gives me chills that Minamoto-san set up an act like that herself. But, well, I think I overdid it with the blood vomiting. Still, good job recognizing me.I had makeup on and I thought I imitated his face however possible and that I matched his voice. 確かに声はシュリそのものだったわ。 Minamoto-san taught me she has practiced vocal mimicry. そういえばお父さんの声を見事に再現してたわね。 I remember that. こんな風に声を変えることができるんですよ。And I can suddenly speak Japanese! Having said that, I can only do Shuri's voice, not anyone else's, since our physiques are similar. Anyway, I came to you in your time of need, and you suddenly bashed me with a chair. それは… ごめんなさい。
でも違うの。別に匠を殴ろうとしたわけじゃないの。違う理由があるの。ここから逃げ出すつもりだったの。見張りの人だと思ったのよ。私監視されてたから、なんとか逃げようと思って。そしたら入ってきたのが匠で、だから不運なすれ違い、事故よ、事故なのよ。 Accident, huh? I thought that beating someone up while saying you love him was just a new form of affection or something. ごめんなさい。And even if you were able to get out of the room, there'd be more black-suited guys around, wouldn't there? それは…なんとかするわよ。You'd do something? How? あ、愛の力で! Power of love, huh? なによその反応!それだけ匠に会いたかったっていうことなのに! Yeah, sorry. I'm glad. I'm really glad right now.Glad that you were going to go that far to escape for me. 私、本当に辛かった。会えなくて、お見合いを強要されて、じゃないと会社が危ないって言われて。でも、それでも私は匠がいい。誰から恨まれたって、あなたがいてくれるなら、私はそれがいい。I love you, Akari. I love you more than anything. Sorry it took me so long to get here. Akari, looking like she's about to cry at any moment, hugs me. We hug firmly enough to regain every moment in which we were apart. I'm happy. So happy. I've worried so much thinking that I might lose this warmth. But in the end, those worries were for naught. That realization makes me happier than anything.Your body is soft. My bad, but we don't have time to get caught up in the mood right now. We have to get out of here as soon as possible. Don't worry about that. Minamoto-san taught me a few things. We won't have a problem getting out of here. Also, she has a car outside.でも匠、免許を持ってたっけ? I won't be driving. Tsukiyama-san will. She has a license? Everyone's opposed to this marriage thing. They support us. So come on, let's get out of here already. Besides, there is somewhere we have to go. え? 行くってどこに? The hospital. Someone asked, to see you. That's why we have to go.